ということでね、どうも。皆さん、まあこんな感じですね。僕結構声優とかいけるんじゃないのかなってちょっと勘違いしてるんかもしれないですけど、ちょっと声優いけるかなって思って。まあこれは確かに著作権違反ですよ。確かにこれは著作権違反ですね、これは。まあでもこれでお金別に取ってるわけない。取ってるわけではない。これ無料の、完全に無料のユーザー、チャンネルとかじゃなく、無料のコミュニティなんで、まあおそらく言われない。まあ本当はダメなんだろうけど、こういうのもね。でもこんなこと言い出したら、いろんな声真似してる、あれですよ。いろんな声真似してる人なんかたくさんいるじゃないですか。アニメのキャラの。それも全部アウトやと思うんですけど。まあ、少なくともなんか俺の動画を勝手に動画上げて、アドセンスつけてるやつには言われたくないんですけど。いやー、まあ一応そこら辺は気にしてね、完全無料のコミュニティの方でやってます。まあ、そんな感じでね。こういろいろ動画ってやつ、こいつ合ってんのかな？これほ、なんか、いろいろ動画ってこれ本物ですか？このなんか勝手に俺の動画上げてるやつ。お前通報するぞ、マジで、本当に。お前さ、俺の、あれで、俺のさ、放送全部さ、録画して、お前アドセンスで稼いだ。お前のアドセンスバンしてやるからな、マジで。勝手に俺の動画上げてさ。で、その動画の中にはもちろん、なんか普通の音楽とかもね、載っちゃってるけど、それって俺だけの著作権じゃないからね、言っとくけど。ちゃんとした、作品のものを勝手に上げて、なんかアドセンス貼っちゃってるけど、それって速攻バンできるからね、やろうと思えば。そこはね、勘違いしない方がいいよ、マジで。人の動画で勝手に稼いで、あんま調子に乗んない方がいい、マジで、本当に。こっちのもうさじ加減でお前なんか簡単にバンできるから。まあ、そんな感じでね。まあ、わあだこうだ言ってますけど。まあ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 。まあ、そんなこんな言ってますけど、皆さんどうですか？いかがお過ごしでしょうか？いかがお過ごしでしょうか？お前も BGM 流してる。まあ確かにね、流してますけど、流してますけど、ほんと開き直って言うけど、こんなだってさ、BGM なんか流してるやつなんか腐るほどいるじゃないですか。ニコ生とかで。ニコ生とかツイキャスとか、てか流してないやつの方がいないっすよね。皆さん知ってますか？なんかちょっとみんな、とんだ勘違いしてる方いるんですけど、ジャスラックにニコニコとか YouTube がお金払ってるから、これ何回か言いましたけど、音楽流していい、ジャスラックに登録された音源は流していいとかって言う、なんか思ってる人いるかもしれないけど、あ、ダメなんだからね。ジャスラックにお金払ってて、あれ、あくまでカバーとか、自分がその、オリジナルで、例えばピアノとかで弾いたり、鼻歌とか、鼻歌っていうか、歌でこうね、自分のこう、オリジナルの歌とか歌ったり、演奏だったらいいんだけど、CD の音源とか直で流したりとかするのは全部アウトですからね。カラオケの音源ですらダメだからね。カラオケ配信とかやってるやつもいるけど、あれも全部ダメなんですよ。あくまで自分のオリジナルの演奏だったり、自分がこう歌ったやつだったらセーフなんですけど、そう。そうなんですよ。だから、ニコニコとかツイキャスとかいろんなサイトあるけど、あんなの本当見逃されてるだけでみんなアウトだから。そうなんですよ。で、特にね、特に悪質なのが、そういう動画でお金稼いでるやつで、収益化してるやつ。特に悪質なのが、そういうのをアドセンスとか、勝手にこうね、YouTube とかに上げて、自分のお金にしてるやつ。それは、まあ、例えばニコニコの配信者とかが、そういう、なんだろう、音源使ってたとしても、まあ、その人も本当はダメなんだけど、それを勝手にやって、で、さらにはその他の音楽をその流してるやつをさ、他の人がちゃんと著作権持ってるわけじゃないですか、ちゃんとした会社とかがね。そういうのを流して、アドセンス貼ってるやつ。あれって完全にアウトだからね、マジ
で、YouTube って、結構厳しいから、あれ、通報がないから、あれ、許されてるだけで、あれ、通報したら速攻バンですよ、あれ。なんか、ちゃんとした音楽使ってるやつ、なんか、ほんと勘違いしてるやつがいるんですけどね。はあ、まあ、そんな感じでね。まあ、わーわー言うとりますけど、で、みんな何してんの？僕のチャンネル全然入ってくれないみたいだけど。さ、俺、チャンネルのさ、人数が全然増えてないんですけどね。びっくりしちゃった。本当に。サンバしろ。サンバしちゃってもいいんですか？ サンバ入っちゃっても、サンバしちゃってもいいんですか？なんか皆さん、これ、つうかね、俺ね、まだね、白衣をさ、白衣を、まだ、料金払ってなかったらしくて、あれ払わないといけないんですよ。8500円ぐらいなんですけど。参ったぜ、マジで。後払いなの払うの忘れてた。あれあれほとんどがさ、後払いじゃなくて、カードで先払いなんですよ。で、それで、それでこう、いろんなもん買ったんですよ。なんかキャンプの道具とかさ、放送のために使うやつ。まあ、結局、あれ使わなかったけど、キャンプのやつは。まあ、いろんなもん最近買って、最近ってかもうちょっと経つけど、で、それでまあ、最近以外にも結構ネットの通販とかするんですけど、みんな大体先払いじゃないですか。で、それでもう先払いっていうイメージがついちゃって、で、なんかね、多分ね、その白衣のやつ、多分カード払いができなかったんですよ。カード払いが対応してないサイトで。で、それで後払いってのを忘れてて、なんか今日久々にその自分のメール見たら、なんか早く払ってくださいっていう催促が来てて、あれ、これ先払いもう払ったんじゃなかったっけと思って、後払いのやつだったらしくて、で、なんか買ったのが9月の20日ぐらい、20日ぐらいだったんですけど、で、買ってから1週間か10日ぐらいにお金振り込まないといけないんですけど、それが振り込む、それ忘れてて、俺、本当に忘れてた。本当に、勝手にさ、なんかもう先払いのやつばっかだったから、ちょっと勘違いしてて、後払いだっていうの忘れてて、で、今日メールアドレス、自分のそういう通販とか登録してるメール、久々に開いてみたら、早く払ってくださいっていう催促のメールが何通も来てて、あ、やべって思って、そう、払わないとっていう、忘れて、本当忘れてたんです、本当に。いや、だからそこカードがね、対応してなかったっぽい。カード払い対応してんだったら、もう払ってるはずだから、たまにあるじゃないですか、カード。払いが対応してないとこ。まあ、カードで払われたら損しますからね。ショップがね。まあ、そんなこんなでね。皆さん、こんなものが家にあった。ってか、顔は出せないですけど、風呂入ってないんでね。こんなものが家にありました。いちごトリュフミルク。なんか、いちごの中に、まあ、さっき食ったんですけど、いや、いちごが、ね、